一番最初は本当にその旧法廷引き継いだ直後に日野さんから直接個人的に本当に個人宛に連絡をもらって、はい、本当どうしたのとにかく話を聞かせてって。僕はあのヨシピーとはそのドラクエの一緒に、ね、はい、合宿をした時に初めて、まあ、かなり深く話したんですけど、その後こうあと FF のこうスタッフ入れ替えみたいな感じ で一番上に名前書いてあって、でこうあれとこれやばいと、これは何かこうなんていうんですかね、こう生贄的な、そう押し付けられたんだろうなみたいな、そういうあのなんかあの切られる前兆みたいな、そんな状態になったんじゃないかとか本気で心配して、でも本当それがむしろ救いにすごいなと思ったのは、それをね本気だったんですよね。本気で FF を立て直そうとしていて、でねヨシピも本気でもう1から10までこうシステム直して、いやそれが本気でやる普通っていうね、そこでちょっと驚きポイントだった。まあ、でもそもそも日野さん、旧法廷に叩かれてる時ですら、じゃあこのゲームにチャレンジする日本の会社が他にあるのかっていうので、すごいやっぱりチャレンジっていうのを認めていかないと、日本のゲーム業界ダメになるよって叩くばっかりじゃ、やっぱりまあダメなのは、まあもちろんダメなところはたくさんあるけど、そこは認めてあげようよって一番すごい言ってくれてたんですよ。